今日のお悩みテコテコすっきり解決テコのスマホ相談室明日も頑張ってこもしもし皆さんこんばんは元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。早速ですがマシュマロを読みます。いつもありがとうございます。 eSIM について実際の利用例で説明してほしいです。楽天 eSIM プラス IIJ ミオ eSIM だと嬉しいです。 eSIM を2契約してプロファイルを IIJ にしておくと楽天のギガを消費しない、楽天デフォルト電話も使用できない、楽天リンクが使える、 IIJ データ通信ができる、料金が絶対に超過しない安全かけ保は便利そうです。わかりました。では実験してみましょう。実験の前に楽天モバイルのデュアルSIMでお得に使う内容や eSIM の内容を過去の動画でも紹介していますのでチェックしてみてくださいね。今回は eSIM に絞って実験していきます。というわけで実験にふさわしい服に着替えてきますね。まず今回質問をいただいた方のご希望に応えて IIJ ミオと楽天モバイルの組み合わせで実験していきたいと思います。まずはプランの紹介から。 IIJ ミオはタイプ D のドコモ回線とタイプ A の au 回線を取り扱っている格安 SIM です。料金プランがこちらです。電話ができる音声プランだと2ギガで税込み858円ですが、今回は eSIM の実験なので eSIM だとデータ通信専用契約でドコモ回線しか使えませんでしたが、2ギガで税込み440円で利用することができます。繰り返しますが、この eSIM の契約はデータ通信専用プランとなっています。通話はできません。続いて楽天モバイル。楽天モバイルは一つのプランで使った分だけ料金が変わるプランになっています。最安で1ギガ未満の利用なら0円、段階的に料金が上がっていく仕組みです。楽天モバイルの大きなメリットの一つ、楽天リンク。このアプリから電話をすれば国内通話がかけ放題となります。楽天モバイルのデータ通信が1ギガ未満であれば0円で国内通話がかけ放題で利用することができます。ですが楽天モバイルは電波が障害物に弱いので、大手キャリアと比べても電波が入る場所、入らない場所の差が激しいところが注意点です。なのでこのチャンネルではサブ回線としておすすめしてきました。 eSIM は同時に複数の回線情報を入れることができます。今回は IIJ ミオと楽天モバイルを一つのスマホにまとめて、楽天リンクを IIJ ミオの通信で使用することができるのか実験してみました。まずは1つ目、 iPhone 12 mini。 この機種は eSIM と nanoSIM のデュアル SIM 対応のスマホです。規格は DSDV に対応しています。ですが今回は eSIM のみを使用していきます。まずは iPhone 12 mini で楽天の eSIM の設定をします。すでに設定済みなのですが、楽天のアンテナと LTE の文字が出ています。モバイルデータ通信も楽天で、現状は eSIM で楽天がオンになっています。すぐ下の IIJ は今オフにしてあります。その状態で楽天リンクを使えるように認証していきます。当たり前ですが楽天の eSIM で認証するので問題なく認証が完了しました。この後に IIJ の eSIM に切り替えてみました。それがこちら、モバイルデータ通信が IIJ になっています。 IIJ の eSIM がオンになっていて、楽天モバイルの eSIM がオフになっています。この状態で楽天リンクの電話を使ってみましたが、問題なく通話ができました。アプリを再起動しても問題はありませんでした。つまり楽天の eSIM から IIJ の eSIM に切り替えたとしても問題なく利用が可能でした。では次の機種、 OPPO A73 です。こちらは Android の eSIM と nanoSIM のデュアル SIM 対応で DSDV に対応しています。
こちらも eSIM のみを使っていきます。楽天の eSIM を使用して楽天リンクの認証は問題なくできます。ですがその後 IIJ の eSIM に切り替えた後は楽天リンクを起動すると強制的にログアウトされてしまいました。再度認証するためには楽天の eSIM に再度切り替えなくてはなりません。この機種では IIJ のデータ通信で楽天リンクを使用することはできませんでした。次に楽天ハンド。楽天ハンドは eSIM のみ対応しています。物理的な SIM カードは入れることができません。こちらも OPPO A73 と同じ結果になりました。楽天リンクを認証後 IIJ の eSIM に切り替えると強制ログアウトされてしまい、 IIJ の eSIM では楽天リンクを使用することができませんでした。結果をまとめてみました。楽天モバイルの eSIM で楽天リンクを使用可能な状態にした後、 IIJ の eSIM に切り替えて利用することができるかどうか実験してみました。結果は iPhone 12 mini は可能でした。 OPPO A73 と楽天ハンドは IIJ の eSIM に切り替えると同時に楽天リンクが強制ログアウトされてしまうので利用することができませんでした。楽天リンクのアプリの使用が今後変更になる可能性もあるので、あくまでも現時点での結果です。もし Android で使える機種があったらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。楽天モバイルはナノ SIM で、 IIJ ミオは eSIM で楽天リンクを使えるかどうかの実験もしてみました。 IIJ ミオのデータ通信を使って楽天リンクを使えるかどうかです。両方の SIM が有効になっている状態であれば、 iPhone 12 mini でも OPPO A73 でも楽天リンクを利用することができました。ねえねえ白テコ、おやつは？え、ないですよ。え、なんでないの？今回の実験に費用がそこそこかかりまして、あと新しいスマホも買っちゃったので、しばらくおやつはなしです。ああ、また買っちゃった。で？はあ？あんたバカ？スマホ何台目よ。私のお菓子なんとかしなさいよ。ごめんなさい。最後までお付き合いいただきありがとうございます。このチャンネルではスマホに関するご質問やご相談に動画で詳しくお答えしています。ご質問やご相談は随時募集中なので、動画かツイッターのコメント欄もしくはマシュマロの方にお願いいたします。また新プランやスマホの性能についても解説しています。よかったらグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバイ。このスマ、おばあちゃん、おじいちゃん、ご無沙汰しています。私は今とても難しい立場にいます。 VTuber として、一人の人間として自分の生き方を問われているのだと思います。白テコはまた新しいスマホを買ってしまいました。そう、私のおやつ代を削って。日頃からいつかやるやつだと思っていました。冗談じゃなくって。